稲妻小僧の墓、坂本慶次郎は、明治時代の日本の強盗犯。名は、慶次郎とも、慶次郎と表記された文献もある。足が驚くほど早く、1日に48里も逃げ延びた。またその犯行の行動範囲の広さから、稲妻小僧、稲妻強盗という異名を持つ。幾度かの犯罪の後、逮捕。出獄後も、犯行を重ねたため、 最大保護の明治21年に、無期時計の判決を受けて、北海道の川戸州事館へ応送された。しかし、数度の脱獄を加わって、明治28年9月に、外役中に逃走。関東に舞い戻り、障害や強盗、強姦を重ねつつ、奪った金で,で豪遊郭で合流するなどしていた。この間、伊藤博文の落院を自称するなどしていた。明治十二年二月十四日に、 埼玉県北勝鹿郡沙手町にて逮捕。同年10月6日に、水戸裁判所にて死刑宣告。明治33年2月17日、市ヶ谷監獄支所にて、公主刑に処された。警察が把握している、被害件数は45件、奪った金は700円余り。死者3人、重傷者13人。東京都新宿区の朝鮮寺に墓がある。さて稲妻は、 坂本七郎兵の長男にして、幼名を吉松と呼びしが、慶応二年の生まれなるをもって、後に慶次郎と改名したり、P21 事件、犯罪研究改編、明治、大正、昭和、平成事件、犯罪大事典東京法経学院、出版、2002年、52ページ。ありがとうございます。